どうもナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。2週目に入りまして、1週目ではできなかったことをやっていきたいと思います。まずはレイドボスを倒してみようと思います。何体かいますので、とりあえず挑んでみましょう。勝てるかどうかはわかりません。レイドエネミーだね。他の敵とは違って一筋縄では勝てませんだもんね。まあ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 、行ってみましょうか。どんなやつが出るんだろうね。おお、こいつか。あ、ちょっと待って、さす、おいおいおい、ちょっと待って、おい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 、さすがに強えわ。さすがに強い。なるほどね、攻撃を受けちゃダメなんだろうね。いや、いやでも、いや違う、フェーズガンで徐々に減らせばいいかな。これで徐々に減らせば、まあまあ、いやいや、きつい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 、これじゃねえな、戦い方が。分かった、これじゃない。ブラッディアーマーを装備すれば、無敵になるんで、これの間に倒せっていうことじゃないっすか。 HP は敵ね、そんなになかったのよ。なのでブラッディアーマーつけて、で武器に吸収つけとけば、まあまあ死なないのよ。なんでこれで倒す、なあ、これだこれだ、正解はこれだ。いや、これじゃないと無理だもん。 OKOK、 勝てる勝てる、よし。ちょっと待って、誰もやられることなく勝ちたいけど、無理か無理か無理だ。よし、 OKOKOK、 いける。いや、やっぱ強えな。ちょっと待って、回復させときたい。よし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 、勝った勝った勝った。普通じゃ勝てんね。おお、ものすげえね。なんか武器もらった。経験値ものすげえ。どんな武器でしょうか。おお、攻撃が必ずクリティカルになる。いや、めちゃくちゃ強い。あ、でもそうかそうか、こっちじゃない、装備できるのが。なるほど、そうか。いやいや、めちゃくちゃ強えな。3300、すんごい武器が手に入りますね。まあ別にも、レイドがいるので、そっちも倒しに行きましょう。いや、すっごい武器だ。発見しました。ここにもいたね。全部で何体ぐらいいるんだろうかね。さあ、次のボスはちっちゃ。あ、うん、こいつ弱くない。いやいや、あのロボに比べて、いや、弱すぎる弱すぎる。弱いやつもいるんだね。うん、経験値も、あー、はい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 、チンケスレイヤー、これもらえるんだ。なるほどね、ここの報酬はこれでした。もともと1本しかなかったんで、まあまあ嬉しいっすね。発見しました。ここにもいましたね。で、仲間とはぐれてるので2人しかいませんけども、まあまあブラディアーマー装備してればいけるでしょう。どんなやつが来る。おお、戦いに行くぞ。でも大丈夫俺はダメージを食らわない。まあ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 、この戦い方がやっぱ正解なんだろうね。おいし、効かん効かんゴリゴリ回復する。これ裏ボスとかもこれでいけるんじゃない。いけるよね、無敵だからね。おーっと、もうおっしゃー、いけたー。何が手に入る。ここはバトルスーツか。あー、バトルスーツは別にいらない。はい、それでは探し終わりまして、おそらく、レイドは今のところ行ける場所にはいないと思います。初期村の下の方にもいたんだけども、島の上にいてそこに行くことができなかったんですよ。なので
おそらく裏ボスに挑戦できるようになってからいけるようになるんではないでしょうかね。はい、まあとりあえず今日は、レイドを倒してバトルスーツと、あとこれかチンケだね、チンケスレイヤー、そして八面なぎ、この3つ、ゲットしました。これはねほんと強いと思う。うん、絶対クリティカルになるし、さらに攻撃力3300なので、使いたかったんだけども、主人公は装備できないっぽいです。いやー、装備したかったな。はい、まあ、とりあえず、一番左下の大陸、そして初期村の下の島、そこのボスはまだ倒せてないので、いや多分他にもいるな、ちっちゃな島に多分いたりするんではないでしょうかね。うん、行けるようになったらば投稿しますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。